エンドウ。エンドウ、革命、ピッサムサチベムエルは、豆科の1.2年層。広く栽培され、食用となっている。一般に、エンドウ豆とも。別名にのら豆、グリーンピース、未熟の種子を食用とする場合の呼び方。サエンドウ、ヤエンドウ、キヌサヤ、未熟の鞘を食用とする場合の呼び方。日本での栽培種には、薄いエンドウ、 薄い豆、キヌサヤエンドウオランダエンドウがある。古代オリエント地方や地中海地方で麦作農耕の発祥と共に栽培化された豆で原産地域であるフェルガナから男に伝来した際にフェルガナの中国名が大円国であることからエン,ドウエンドウイコールの豆と名付けられたことが何の由来となっている。原種は近東地方に今日でも野生している。 p ヒューミ l ボイスイニュ i と推察されている。もともとは、麦類の間で雑草として生えてきた、この原種の野生植物を種々を食用にしたり、根キ菌による土の肥沃化に効果があるなどの利用価値を発見することで、麦類と共に混ぜ植え栽培するようになり、次第に栽培植物として品種改良が進んだと考えられている。この地域では、農工開始期に、 カラスのエンドウも、エンドウと同時に、同様の利用が行われしたが、こちらの栽培利用は、その後断絶し、今日では、雑草とみなされている。また、同じ地域に起源を持つ、豆化作物としては、空豆、レンズ豆、ひよこ豆が挙げられる。麦作農耕と共に、ユーラシア各地に広まり、中国に伝わったのは5世紀、日本へは9の10世紀には伝わった。また、 メンベルが実験材料としたことでも知られている。鞘の硬さにより、交鞘種、高強種がある。交鞘種はその名の通り鞘が硬く、種として完熟して乾燥した豆を収穫して利用する。花は紅色である。南鞘種は鞘が柔らかく、未熟な鞘を鞘沿道として利用したり、成長を終えて乾燥前の生の豆をグリーンピースとして利用する。 花は白いものが多い。スナップエンドウは、南鞘種の中でも豆が大きく成長しても鞘が柔らかく、豆と鞘の両方を野菜として利用できる品種である。原産地が冬に、雨が多い地中海性気候の均等地方であるため、夏の高温期は、成長適期ではなく、麦類と同様に基本的には、秋巻きして、翌春収穫する。 冬の寒さの厳しい東北北部や北海道では春巻きして初夏に収穫する。連作に弱く一度栽培した土地では数年間栽培が困難となる。また原産地が土壌にカルシウムなどが多い乾燥地帯であることから想像できるように酸性土壌にも弱い。発芽に際しては同じ豆科の大豆のように灰軸が伸長して 地上で使用を双葉として展開するのではなく、上背軸だけが伸長して地上に本葉だけを展開し、使用は地中に残る。片鞘種は古くから乾燥種々として利用されており、日本では青エンドウはイリ豆、煮豆、あん、うぐいすあんなどに加工され、赤エンドウは蜜豆や湯で豆として利用される。ヨーロッパでは煮込んでスープなどとして利用されてきた。 しかし、今日、世界中で最も大量に消費されているのは、乾燥していない、未熟の鞘や種種を野菜として利用する南鞘野種で、ある。東アジアでは未熟な鞘を利用する、鞘沿道として、インドから西では完熟直前の種種を利用する、グリーンピースとして、主に消費されている。両者の性質を兼ね備えたのが、 スナップエンドウでグリーンピースと同様に種種が完熟寸前まで大きく流したものを収穫するが、鞘もサヤエンドウと同様に柔らかく果実全体が食べられる。2004年には札幌ビールによりエンドウのタンパクを用いた第3のビールが開発され、新たな食品を生み出す素材として注目を浴びた。キッコーマンでは大豆、小麦のアレルギーにより、 醤油を利用できない顧客向けとして、遠藤で濃い口醤油の味を再現した製品を販売している。種種以外の利用もあり、若い苗や鶴の先の柔らかい形容も野菜として利用される。中国ではこれを闘病と呼ぶ。メンデルは遺伝の研究を行い、現在はメンデルの法則として知られる法則を発見し、遺伝学の歴史に大きな足跡を残した。 特に一位伝子雑種と二位伝子雑種の研究が有名である。一位伝子雑種の研究についてメンデルはこれを優勢の法則と呼んだ。また、これは体細胞で体になっている対立遺伝子は配偶子形成の原数分裂第一分裂の際、二手に分かれそれぞれ別の配偶子に入ることを示していた。メンデルはこれを分離の法則と呼んだ。 メンデルがエンドウを材料に使った理由は、その頃すでに数人の研究者によって遺伝実験の材料として使われたことがあったためと思われる。エンドウは自家受粉が可能で多くの品種があり、このことも遺伝の実験には好都合だったとみられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。